あ、そや、あれある、あ、あった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 、これこれ、この納豆にいなりがらし入れようって思いついたやつすごいな。なんでね、なんでね、それがもう完全に定着してるやん。定着いうか、もうこうやって納豆に備え付けて作ってるぐらいな、完全にもうこれがメジャーやんか。これ思いついたやつすごいな。この合うからな、ほんま。あ、おかわりください。和がらしで練りがらし、あとでも何に使う、 あとおでんぐらいちゃう、おでんと肉まんぐらいちゃう、大阪やったら。あと何に使う、シューマイ、それぐらいやん。あとまあ中華系やな、あの、え、からしマヨネーズが何、からしマヨネーズ、まあまあまあな、からしマヨネーズ、いや、卵サンドとか、ああ、ああ、そうか、サンドイッチか、そう、ああ、そうやな、うまいわな。まあ、こうちゃんは食えへんか知らんけど、食えへんやろうけど、ケンタッキーもあれやね、合うね。まあ、からしマヨネーズやけど、俺が試してうまかったのは、普通のマヨネーズはな、ケンタッキーは意外と合えへん、意外と合わんねや。まあまあ、そのまずいとか言うことないけどな、まあ、そんな何もつけんでもいけるけど、なんかでもな、もう一味足りんみたいな感じがちょっとするねんな。もう一手、もう一工夫でうまみが爆発しそうな気がするんだけど、それが何かようだ。でもからしマヨネーズは良かったよ。からしだけでもええかも、わからんわ。ケンタッキー対岡本太郎みたいな感じだな。え、どういうこと。いや、爆発するよ。流して入ってんねや。からしな、あとなんやろな、まあまあ、あの麺類やな、こう冷麺とかな、やっこにつける人も、ああ、おるな、おるな。
うん。